皆さんこんにちは、ツコミゴードです。またツコミクッキングですね。今日は美味しいレモネード作ってみたいと思います。必要な材料はレモン6個と砂糖と水で、砂糖の量なんだけど結構人の好みで異なってくると思う、変わってくると思うんで、俺はとりあえず200砂糖入れてます。そしてこのレモネードの作り方なんだけど、汁ジュース中身そのまま出して飲むっていうのはレモネードじゃないですよね。まずは皮から始まるんですよ、これ。で、皮使うからしっかり洗ってくださいね。こうやって皮を抜く。実はレモネードの味は結構皮からくるんで、もう皮むいてるだけでも匂いがすごい、これ。おお、あの酸っぱさがいいよね、レモネード。よし、これで皮むいたらボウルに入れて、その上に砂糖かけてスプーンで軽く混ぜます。で、これで最低2時間置いとく。で、まあ長い方が長い方といっても腐らん限りね、長く置いといた方が、皮のオイルなどが砂糖によって引き出されて、そのレモネードの美味しい味が出る。最低2時間で、まあ結構一晩置いといてもいいし、朝にやって夕方にね、朝にね入れといて夕方にまたレモネード作るとか、それぐらいの時間でちょうどいいと思います。これラップして置いとくだけです。次の日になりました。結構24時間ぐらい経ってしまったんだけど、本来は12時間で十分だと思うんですよ。砂糖、皮と砂糖がいい感じにシロップになってるんで、これから水の5カップを沸かして、水が沸いたら火を止めて、これを入れます。こんな感じになります。お湯が沸いてきたら火を止める。それで全部入れます。で、軽く混ぜて、これでこのままボウルに戻してもいいし、まあ、鍋のままでもいいし、とりあえず温度が下がるまで1時間ほど待ちます。じゃあ2時間ほど経ちまして、網を通してボウルに戻します。これでレモン半分に切って、もう絞って、そのレモン汁、ジュース、レモンジュース加えればもうレモネードの出来上がり。絞ったレモンをここに加えて、氷でも入れて美味しく飲みましょう。私は結構ワインの瓶に入れて保存してる、冷蔵庫で。まあ、これにさらに蜂蜜入れてもいいし、炭酸割りしたかったら、多分最初沸かす水結構少なめにして、もうちょっとシロップみたいにすれば炭酸で割っても、なんか他の使い道はあると思います。いや、これは夏には結構最高、甘酸っぱさがすごい、リフレッシュできますよ。そんじゃ皆さん、またね。